まさか、それで…どこへ行くんですの？ぶん殴る！そんなこと、一言も相談せずに！おやめなさい。カナンさんはずっとあなたのことを見てきたのですよ。あなたの立場も、あなたの気持ちも、そしてあなたの将来も。誰よりも考えている。そんなのわからないよ。どうして言ってくれなかったの？ちゃんと伝えていましたわよ。あなたが気づかなかっただけ。離れ離れになってもさ、私はマリのこと忘れないから。